GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフの私大山と蓮太郎です。今回、エンドオブエターニティコラボ中ということで、私がてっきり実装されると思っていた黒髪リーンベルちゃんが今回ね、なくて水着だったので、次回、来年のいよいコラボ第3弾で黒髪リンベルちゃんが実装されたら、どんな感じになるのかというのをちょっとですね、考えていこうと思います。そうですね、これはもう本当に我々の独断と偏見で、そうですね、やりますので、ただ我々前回ニーヤのね、コラボが起きると予言していたので、今回ひょっとしたら当たるかもしれない、なるほど、ということで、関係者各位の方もよろしくお願いしますまずですね、黒髪リンベルちゃん、これはロールは何かと、そうね、ということを我々で審議した結果、キャスターなんじゃないかな、あの見た目のイメージで。武器どうする？銃はこの姿の後にゼファーとかバシロンと出会ってから持ったんで、銃はこの時まだ持ってないんです。持ってない、はい、本、でも彼女バカですよ。本読みます本でちょっと勉強してほしいです。なるほど、じゃあ本、本で。雷少ないなっていう印象があって、キャスター、雷のキャスターって誰かいました？ね、ミリアさん。あー初期ミリアさんと、あとセリーヌも雷でいいでしょ。雷でいいの？いいよ雷で実装します。我々は実装するわけじゃないけど、タレントとかね、どういうのが来るんじゃないかっていう、ゲームの背景があるから、それにちなんだものとか、あると思うけど、いかんせんちょっとね、私は詳しくは知らないんですけども、とりあえずやっぱキャスターで欲しいっていうのはやっぱりインテリジェンスアップとか、あとは映像中ひるまないレザードみたいな転換が、チラッとね、キャラクターのことを聞いたら、設定上なんか短命な感じだと言ってるから、なんか例えば HP をちょっと失う代わりに、すごい爆発的なものを得るとかが、なるほど、それ面白いかもしれないですね。私はあれですね、別名というか、実験体20号ちゃんっていう名前なので、20号っていうことは1号から19号までいるわけですよ。まあね、なのでスキルを使うと、1号から19号が全部出てくるっていうの他のその、ね、トークン使いみたいな刺激させるの、なのでまあそういうのと、あとまあ俺ちょっとラッシュコンボ考えたんですけど、彼女はちょっとネタバレになっちゃうんで、あんまり詳しくは言わないですけど、20歳っていうところがちょっとまあキーワードな人でいらっしゃるので、時間に関係してくると、で私リリアちゃんの時に、絶対これ来るやろって思ってた技で、来なかったのがあるんですけど、時間を止めるっていう、ラッシュを使うと何秒間敵を停止させるみたいでね、それで迫ってくる時間の運命から逃げるっていう、非常にリンベルちゃんらしいスキルなんじゃないかと思うんですけど、あとやっぱり最後あれじゃない、皆さんもじゃあちょっと今この瞬間に予想していただいて、我々が今から何を喋るのか、じゃいけんで負けた方が盛大に発表する、男らしくね、大声で、じゃいけん、ほい負けましたいきましょう、最後、クロリンベルちゃんのパッツは何色？やっぱり決めとかないと。やっぱりね、やましい気持ちとかやらしい感じじゃないんですけど、やっぱり制作者の方も作るってなったら決めないといけないんで。下はどんな服装なのか私知らないんだよな。ああ、なるほど。ワンピース的な感じ？ワンピース的な感じね。いや、逆に見えない。ただこれは、このクロリンベルちゃん実装と同時に、カメラが縦回転できるようになるんで。はい、それで見えるかなと。OK、 それを見越して何色にしますか、はい、黒はありえないじゃないですか、まあこの見た目で、紫もありえないで、金もありえないでしょ、私はね地味にね、当てに行きますよ、水色。なるほど、白以外でお答えください。私の希望で言っていいかい？いいよ、固めると。絶対違う絶対違う、この見た目でこの見た目でこれだからね、変態は困るんですよ。勝手な、予想を我々は立てておりますので、来年ちょうど1年後、2019年4月5月頃、皆さんぜひお楽しみに。まあこれで気になった方はね、一回まあ画像検索していただいてね、私だったらこういうのがいいかなっていうのがあれば。そうです、あとはその実際プレイした方でもね、
いやこういうのがいいよっていうのがあればぜひコメントの方でね、そうです、書いていただければ、はい、ぜひコメントで皆様の希望を、そうですね、教えてください、はいはい、もし関係者の方聞いてたらぜひね全勝してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは、毎週木曜日に、うん、スターオーシャンアナムネシスの動画を私たち19時頃に配信しておりますので、うん、ぜひ皆様よろしくお願いいたします、うん、この動画良かったなと思っていただけましたらぜひグッドボタンやコメント、はい、さらにはチャンネル登録もよろしくお願いいたします、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン。